突然ですが、皆様は、伝説、幻といったポケモンで、真っ先に思い浮かべるポケモンって何ですか？まあね、私の場合はギラティアになってしまうんですけども、皆さんがやっぱり、まあ幻とか、伝説とか言った時に、思い浮かぶポケモンって、ミュウツーなんじゃないかなって、思うんですよ。はい。ということでですね、こちらですね、ミュウツー5体とミュウを用意しました。伝説といえばみたいな感じでね、ちょっと揃えたんで、今回はですね、まあ、前回のギラティアの派生です。これ見せられたら相手はどんなリアクションすんのか、そしてどう戦っていくのか、これのね、反応をね、見たいなと思っております。欠点としてはですね、ギラティナみたいな耐久はないんで、交代の受け出しがやっぱり効かないことと、一部の人はもう知ってんだよな、ギラティナで固めてくるっていうのをさ、相手思ってるからさ、悪ゴーストに弱いんだよな。そこは課題だ。そこめっちゃ課題だわ。じゃあ早速ね、犠牲者の方にね、来てもらおうと思います。行きましょう。金電が出てくる可能性は高いな。それは、それ入れるでしょ。ずるいよ。おい。ずるいよ。口がずるいって言ったんで。もうだって分かりきってるもん。そうなのよ。どうせだってあれなんやろなーって分かってるし。うん。あ、よし、できたできた。じゃあオンラインで。さあ、犠牲者その1。犠牲者その1。こっちが犠牲者。こっちが犠牲者かもよ。今回ばかりはそうかもしれんな。もう対策されてんもんな。いや、そっちは犠牲者かも。そう。さあ、やってみようか。これで通じるか。いきます。はい！おお！ああ、そうきたか。そうきたか。はい、いや。雑誌やいんなー。雑誌やん、刺さってんな。そして、フェアリーがいる。フェアリーを、ニンフィアを連れてくるな。絶対ギラティのために。雑誌やん、聞くほど刺さってないんやけど。あ、顔変わったね。ね、うん。そう、最近トレーナーカード変えたから。マゾの M。ああ、マゾの M が、うん。なるほどね。じゃあ私はミュウツーでいきます。またさ、ミュウツーでいきます。うわぁ。めんどくさそう。めんどくさそうや。エムリットって何してくんだ。ステルスロッカー、ステルスとりあえずこれでいいかな。シャドーボールがある可能性もちょっとあるな。否定できないな。だってギラティナに、ギラティナだと思い込んでたやつがエムリットを出すわけないもん。普通に考えて。ああ、なんやろうな。ああ、こうなりゃ大立ち。戻れい、ミュウツー。あ、困れた。まあいいや。行け、リメイク！なんや、わ、わかる。しかも全員、え？また緊張感や。光の壁か、ま、壁張りか。そうです。そうですか。壁です。じゃあ積みますね。あ、めんどくさ。めんどくせえの持ってる。あ、めんどくさいの持ってるわ。やっぱ捨てるか。やっぱ捨てるか。どっちの持ちやがって。罪の起点にさせてもらうぞ。エムリットにそんな交代はないはずだからな。でも安全に帰らせてもらう。トンボだな。確かトンボある、エムリットは。うん。いや、違うかもしれない。え、トンボじゃねえか。痛えな。割と入るんだよな。よいしょっと。光の壁張ったから、一応そっちも。
いや、そっちこそそんな悠長に積んでていいのか。そんな悠長に積んでていいのか。無理だろ、こいつには無理だよ、お前には無理だろ。そんな悠長に積んでていいのか、そっちは。いや、無理でしょ、さすがに落ちないって。グラスライダーか、おい、グラスライダーか。グラスライダーか。いや、打ったハンマーかもしれんよ。無理だと思うね。俺には無理だ。お前には無理だ。いや、打ったハンマーかもしれんよ。どっちにしろ無理だ。え、うわ、だる。あ、めんどくさ。めんどくせえの持ってる。炎テラスなんでね、こっちとら。せえの持ってる。解放者行くぜ。もう素早さ抜かれてんのが。おらよ。うわ。なに？痛いな。タスキか。痛いな。どうすかな。うわ、玉持ちや。次の前。玉持ちやな。でも待ったところで。待ったところで、そっちは自信を持っているわけでもなし、グラススライダーでも落ちない。炎テラスにしやがってこいつ。許さねえ。許さねえ。いけ。無理だよ。行くぜ。あ、ダメか。無理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 。ダメか。追いつきな。いった。まだテラスでもそっちは残ってんだよな。どうすかな。割とめんどくさい。瞑想ネズミ。光の壁がめんどくさいな、こっちは。光の壁が邪魔だ。まあ、これでいいかな。いけ！だー！出しや。行ってこい。こいつはギラティに対する完全なるメタだな。おい、出しや。お前ならいける。確かに。間違いなくいけるポケモンが来たな。お前ならいける。何？え、テラス切った。そうだよ。いや、さすがにテラスタルしないと無理。解放者痛いもん。電気か。サイコブレイクが正解か。じゃあ解放者痛いし、電気になりやがった。何？髪の牙。しかもそっちの方が早いし。いけ。よし。いやー、マジか。雷の牙。いけ、雷の牙。なんだ雷の牙って。いや、雷の牙やから。さあ、こっから全抜きするよ。やばいなぁ。まだ全部抜くよ。よし、逆襲や。あ、なんか来たぁ。また緊張が。あれ、プレッシャー誰もおらんの。そっち。あれ、そっちプレッシャー誰もおらんの。でも、ザジャにスワンさん抜かれてんのか。マジか。130じゃ足りねえか。素早さだってこいつ早いし。ザシアやばいな。これワンチャン全抜きあるかもしれんな。まあ、これでいいか。よし、間に合った。あ、それ、あ、同速かもしかして。そうか。何？剣前だと？地裁速なら多分同速かな。あれどうやったっけな。草が消え去った。リフレクターか。まあ、そりゃそうだ。貼らせてもらうよ、リフレクター。そっちも壁張ってくるとはな。まあいいや、行け！雷の牙。次の前で、積んでるかな。よいしょ。よし。ああ、まあ、まあ。行け、逆襲！サイコブレイク！え、嘘！オッケー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 。あ、光が全部なくなった。オッケーオッケー。あ、くそ。いや、でも。いや、でもどっちや、俺。同速対決。同速対決か。即対決やー。逆襲！やばい！やばいやばいやばい！落とせ！いや、でも渡ったらいるはず。オッケーオッケー。いけ！いや、まだ耐える。リフレクターもあるから、耐える。ワンチャン、急所急所急所。よし！あ、くそ！惜しい！惜しい！全抜きなんてさせない！いやー。ギラチェのために持ってきたもんだろ、お前それ。いやー。天罰を下してやる。どうすかな。どうせギラティのために持ってきたんだろう。どうしよう。そぼで足出すと勝たせてたまるものか。どうしようか。よし、これは。
これでいいや。お、引いてきた。エムリットかな。さすがに一旦ちょっと下がっても欲しい。まだ使える。エムリットで壁張り直しってわけかい。まだ使える。まあまあね。まあ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 ね。よし。うわ、めんどくさ。自己再生があるからね、こっちには。ちゃんとそれも持ってんのが。よし。オッケー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 。自己再生正解やな、これは。持ってるか。じゃあ、じゃあこれでいいかな。いけ。リブロース。リブロース。レイスボス。リブロース。うわ。とりあえず自己再生で様子見るわ。リフ、こっちの方が上は取ってんだな。あ、雪ならないか。攻撃してないから、これはいいんだよね。攻撃してないもん。こっち攻撃してないもん、だって。ちょっとこれでいいか。あ、引かれたか。まずの M、再び。うん。じゃあ光の壁張りまーす。まあまあまあ。まだリフレクター残ってんのか。まだリフレクター残ってる。あ、そっちも壁、あ、そっちもあれや、粘土や。まあ、そらそうだ。粘土や。まあ、少しでも負荷でもかけとこっかな。まあまあまあ。よいしょ。あれ、これで、ね。リフレクターがなくなりました。なるほどね。いや、これは、これでいいか。まあ、まずはリフレクターよね。それは見えてた流れやと思うけど。まあ、トンボね。はい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 。でも、ザシアンはもう攻撃上がんないから。あいつ、弱体化してるから。オーガポンと違うんで。特性直しやがって、許さん。箱押し。こいつなんだ。何してくんの？箱押し。無理でしょ、お前何も覚えないでしょ。お前ならいける。驚かすとかしかないんじゃないの。いや、お前ならいける。よし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 。よしよし、自己再生よし、ならいい。えならいいや。あー、身代わりね。自己再生してくれんならならいいや。え、身代わりして何するんだ？ちょっと待って、読めない。読めないぞ。型が読めない。なんだ？え、なんだろう、何してくんだろう、怖い。ワンチャン身代わり残ってくれんかな。いや、これくらいの種族値じゃ無理でしょ。種族値的に無理でしょ。ああ、そう。ここは残れよ。まあいいや。いや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 。今日は無理だって、無理だって。無理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 サーフローになった時点ではもう分かってるけど、意外と多彩だぞこいつは。こいつは意外と多彩だぞ。終わるんじゃねえか。耐えない。お、耐えるね。あでも、あでもこれ身代わりに残ってたんじゃん。まあいいや、いけ。おお、よしよしよし。おお、あれカルコールだ。よしよし。あれ光の壁貼ったのにカルコールぞ。よしよしよし。光の壁貼ったのに火力あるぞ。なんだこいつは。あ、やべ、ミスった。まあいいや。まあ、間違えた。まあ、自己再生使ってこねえ、こいつ。うん、使うわけないじゃん。間違えた。自己再生使ってこいよ。さあ、逆襲サイコブレイクだ。ちょ。やられた。これくれが出てくるとは思わなかったわ、まさか。ちょ。サーフ号だったら死んでたな。俺らサーフ号だったら死んでたかもしんねえ。これしかない。無理だよ。もう攻撃上がってない。まずいなぁ。あ、やべえ、先手取れた。やべえ、リフレクター貼ってないぞ、まだ。どうだ。ああ、リフレクター貼って、あれ、ああ、いや、もう貼ってる。もう貼ってる。相手に光の壁もなくなったか。リフレクター、ああ、そうか、光の壁がなくなったんだ、こっちの。やべえ、プレミした。さあ、この逆襲を突破できるか。突破できないだろうね。
ああ、さあこの逆襲を突破できない限り、そう、自己再生がきつい。両亀自己再生のうざさよ、これが。自己再生うざ、なんだそいつマジで。ほう、これだけやればいいか。え、無理と出てきたか。じゃあ壁でも貼っとこうかな、また。うん、まあね、光の壁貼るよね。あ、名刺交換みたいなことしてる。名刺交換。壁張りは、壁張りは名刺交換よ。名刺交換みたいなことや。トンボ。でしょ。うんうんうん、まあね、逆襲耐えるね。逆襲が思いのほか耐えてるってびっくりしてんだけどな、俺。なんかそっち硬くないか。硬くない？お！お、ニンフィアがでも邪魔だな、あいつ。あのニンフィアとかいうポケモンが邪魔だな、ちょっと言うなら。いや、ここはあえて。お、素直に来たか。あえてね。オッケー、耐えた。じゃあいいや、眠る。眠る？眠るでいいや。まさか絶対レッドとか言うんじゃないでしょうね。いや、そんなわけない。ネムネゴ絶対レードの可能性がちょっと出てきたな、これ。さーてと、これガチャだな。これガチャだな。これガチャだな。何を引くか。寝言だろう。まず寝言は絶対確定だわ。スネムリした時点で。で、絶対レードか雪ならで。雪ならでか。絶対レードか。ネムール。あ、そう、うわ。わかす。わかす。こいつ。リブロース、お前。お前。チャンスを振りにしようってなんだ、うん、でもまだ光の粘土が残ってるのが邪魔だな。うん、そうだよ、まだ光の粘土的に残ってる、うん、そうそう、引いてもいいんじゃないかな。絶対レード来るか。いらねえ。いらねえ。いらない。ちょっと待って、技のラインナップひどくない？え？技のラインナップさ、ひどくない？何尻尾を振るって。何尻尾を振るって。え？いや、だって、ネムネゴ尻尾を振るして防御下げて雪なだれしたら強いじゃないですか。もっと他になかったの、なんか。強くないですか？いや、弱いよ。いや、最強戦術だと思ってるんですけど。弱いよ。え？弱いよ。いや、弱くはないはず。いけ。もう逆襲はとっとと落ちてくれ。おめえもういいわ。もういいわ。俺はまた違いない。やべ。白のニラ系攻撃上がった。そうか、白のニラ系攻撃上がるのか。確かお前特防薄かったはずなんだよね。特防は薄かったような気がするんだよな。ね、胸ご尻尾を振るで雪なだれしたら最強やと思うんやけどな。よし、行こうか。行け。あ、なんか来た。何そいつ、何特殊型やろ、どうせ。物理、どうせお前特殊型だろ。物理型いけ。どうせお前特殊型だろ。じゃ特殊じゃねえか。特殊じゃん。うわ、大丈夫、どうせ眠ったんだろ。どうせ眠ったんだろ。いや眠ってはない。雪なだれ、もったいないね。眠しておけばよかったのにね。眠っとけばよかった。活的要因有利やで、ね、まだ活的有利も取ってる。あと2分。なんでこうなるの。活的有利も取ってる。いける。知らねえ。あれだ、あれだ、逆襲で時間をかけすぎた。逆襲もっと早く倒れる予定だったんだけどね。逆襲はなんでだろうな。リフレクターなくなったか。でも相手の光の壁なくなったぞ。光の壁なくなったか。いや、まだある。サプライス、まだある。あー、ニンフィアね。出たか、ニンフィア。サイコブレイク。とりあえずやることは一つや。よし、戻れ。やることは決まった。物理型飲みました。何、わ、なんか毒技打ってきそう。なんか毒技打ってきそうや。守る、なんでだ、なんだ守るとは。あ、とっておきだな。さては戻ってきそうや。あ、お前とっておきだな。
次やること。なんか、ロカザって。はい、ステルソルック。うわ。名刺交換忘れたよ。あのだるいやつ忘れたよ、名刺交換。取っておきでしょ？いけ、取っておき。よし。いいよ、いいよ。別に。それでいいんだよ。いけ、いけ、取っておき。あれ？カステキよりは取ってるな。なんだよな。カステキよりは取ってんなら問題ない。あ、めんどくさ。カステキよりは取ってる。にしてもさ、やっぱ椅子、うわ。わ、さ、わ、さっきから、やけどと麻痺といい。確率を引き寄せてやがる。でも自分は遅延しないよ。だって、俺勝ちを確信してるもん。そりゃそうだろうな。いけ。よし。さあ、行こうかな、最後。最後、こいつで決めてやる。にしてもやっぱ、SV の対戦。エコ！対戦時間短くない？エコ！おい、全員緊張感や。あ、にしても終わるでしょ、これ。終わる。おい、おい、最後にこれ渡してくれ。ああ、終わった。はい、勝ったー、俺の勝ち。あ、負けたー。なんで負けたか、明日まで考えといてください。あ、負けたー。じゃあ、ソラムさん。はい。やろうや。いや、でも感がする。1290で。はい。シングルで待ってます。行くかお前ら、頑張るよ。はい、おお。そういえばそんなの見てた気がする。そんなの言ってた気がする。なんかこんな感じの話聞いてたような気がするわ。なんかおい、ギラティナ目立ってんだろ、下の3匹。おい、下の3匹ギラティナ目立ってる気満々だろ。なんだよこれ。まあちょっと、まあ包みはともかく、まあ浜上は確かに、まあまあまあギラティナ対策しすぎなんだよ。マリルリとか浜上とか。よし、よろしく。あ、よろしくお願いします。何が来るんだ最初は。いやー、なんて、お、え、ミュウから来た。マスカーニャか。ミュウ変幻自在だよね、君。何でもできるね、君は。お、そうだね、エスパータンだね。どうしようかな。ここか、とりあえず。とりあえず畑から入ってくるね。やっぱり。痛えなぁ。いい火力。何がラムでーす。はいはいはい。はい、ステルソック押しますよ。はいはいはい、ステルソックですね。なるほど。まあじゃあ、畑落とす。交代が効かねえ。畑落としって分かってるけど、交代が効かねえ。確かに。もう、本当に、これはこれで一貫通ってますもんね。交代が効かねえじゃねえかよ。ステロ巻いて死んだ、ミュウが。では、これでいきます。お、リメイク。おー。あ、緊張感。なるほど。なるほど。燃えろー！火炎放射？なんだって？あ、弾だ。はてき、いてえ。はたきが強い。マスカーニャが強い。おい、ギラティンにも刺さってるし、ミューズにも刺さってんだよ、それ。そうするんだったら。おそれならば。わからない。緊張感。おー、しましょう。それならばよ。ミュウツーの種族値分かってみる。ミュウツー早っ。ええー、あ、ミュウツーここ高いんですね。あ、待って、格闘、格闘か。なるほど、弱点潰された。あ、え、何をしているの、何をしているんだい。ビルドアップ、積み技持ってやろう。
やばいな。不意打ち持ってるのが分かったなっていうか。どうすっかな。あーマジか。だるいなこれ。あー引かれたね。いやちょっと早かったかな。浜田くん大丈夫？大丈夫かな。まあその選択肢はちなみに間違ってないんだけどね。その選択間違ってないと思います。ちなみにおドレインパンチなんで。オッケー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 。あー引っ込めが、まあまあまあ、じゃあでもまあでもそうか、どの道どの道きついな。なるほど。いや緊張感、オール緊張感ですこれ。ムーンフォー、あーやばい、これシャドボで落ちるか、シャドボで落ちちゃうか。シャドボで落ちるかな。いけるな。なあ逆襲厳しいきつい。羽ばたく髪マスカヤと羽ばたく髪がもろに刺さっている。刺さりすぎなんだよな。おっとどうするか。どうするもこうするもな、これ羽ばたく髪だけで終わるんじゃねえか。これちょっとこれやばいな。あ、耐えろ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 、頑張れ耐えろ。うわ、おお、よし、サイコブレイク。いや浮かんだよね、それはさすがに。なんとかなんとか倒したぞ。いやまあ十分すぎる仕事。思い一体を倒した、なんとか。あ、悪夢がやっと終わった。あ、グラスサイダー、グラススライダー野郎だ。グラスラですね、これね。グラスサイ、グラスメーカー。グラスサイダー来たよ。いや、強いよ、それ。いやー、強いな。強いよ。ゴリランダ強いね、やっぱ。やばい、もう2体しかいない、あとミュウツーが。俺のミュウツーが。1体はもう、あー、そうか、格闘か。まあ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 。グラスサイダー。うう、やるな。うん。いやー、ビルドか、それ。やるよ、ビルドか。いやー、ちょっと、それは、それは、それはね。グラスサイダー、受かる。いや、勝て、やっぱビ、自己再生。ビルド自己再生。凶悪すぎる。頑張れ、やばいな、頑張れ、行こう。お前が倒れたら、これ今2対5なんや。厳しすぎるぞ、この戦況。これ一体きついな、これ。引っ込んだ。何が出てくる？マリルリー。なるほどな。まあ、出てくるとは思った。おぉ、ビルド7つ。ネズミか。行くぞ、サイコブレイク。うわ、受かるだろ。オッケー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 。耐えるでしょ。よし。いや、勝ってー。よし。余裕で耐える。抜群で三角はちょっときつすぎやしませんかね。なるほど。グイの。えぐいの。おお、マジか。こいつはやべえな。ビルドアップ。いやー、ちょっと待って、それやばいな。このまま全抜きでやるしかねえ、これ。点にされてるな。え、あ、あ、こいつやりやがった。嘘やって、嘘でしょ。なんバカだ。な、嘘。救助ってどこよ。なんてこったい。俺の計画が全部狂った。俺の計画が。ビルド3積みの。
人の手紙2が全部決まった。あれ死ぬ、ダメだ、突破できねえ。もういや、マスカイ仲間と残ってるからな。もう負け、もう俺負けなんだわ。なんでかってこいつこだわりメガネなんだわ。終わった、終わった。終わってる。効果がないよ。効果がないんだ。ああ、こだわりメガネが畑を釣られた。サイコブレイク、サイコブレイク。効果がないようだ。やった、こだわりメガネがなくなった。とは言っても不意打ちで終わりだ。ああ、俺のミュウツーが、ミュウツーが、なんてことだ、負けてしまった。さすがにあの急所。終わりました。おい、行くぜ。浮かるはずもなく。虐殺。クラゲルだ。ギラティナの方がやっぱ強い。ミュウツーなんかよっぽど強い。間違えた、オフラインになってる。あるあるやな。さあ、しよう、勝負だ。あれ？あれ変わってんじゃん、アイコン。変わってんじゃん、アイコン。かわいい。こっちになってんじゃん。ノーマルルールだからさ、全部出てくるからね、ポケモン。先発さえ決めてしまえば、あとはもう。マジか。そう。無駄なポケモン。全部は聞いてねえ。無駄なポケモンいないよ。全部は聞いてねえ。無駄なポケモン誰一人いない。さあ、見せ合おうや。ほい！おお！あれや？なるほど、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 なるほど。なるほど。ありゃ？ありゃ？なんすか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 ？どうしよう。なんすか？なんかもん、なんか文句でも？どうしようか。全部は聞いてねえんだよな。だいぶパーティー変わったね、しよう。全部は聞いてねえわ。よろしく。あ、ちょっと変わってる。ちゃんと元に戻ってる。あ、ジュペットちゃんから来たか。あ、さあ勝負だ。あ、お見通しが、確かお前お見通しじゃなかったっけ。お見通しじゃない。お見通しではない。お見通しじゃないってことは不眠か、そのあたりになっちゃうな。え、初手テラスタル、嘘。嘘。こんな初手から6対1、6対6の戦いで、おいおいおい、それは結構なことじゃないかい。結構だな、いきなり外から飛ばしてくんね。ポルターガイストか、光の粘土が襲いかかる。光の粘土が襲いかかるってなんやねん。光の粘土が襲いかかるってなんやねん。雲を見つめるフェニル。グライナじゃん。ほう。グライナが何ができると言うんだ、見せてみろ。あ、俺そういえば技変えてしまったんだ。さあ、何ができるグライナに。なあ、うまい、うまいこと考えたな。それはうまいこと考えたね。
聞かん聞かん聞かん。うんうんうん。すまんなぁ。ラムの実なんだわ。まあそうじゃなきゃ居座らねえよ。お、引いちゃっていいのか？ステロ痛いぞ。あんまり引いてるとステロで痛くなるぞ。はい、毒ビシ巻いちゃうよ。毒ビシも巻いちゃいますよ。毒タイプいないもんね、そっち。いいね、いいね。いい感じ、いい感じ。ポルターガイスト。ないよ、ラムの実食ったでしょ、さっきもう。さっきラムの実食ったの忘れた？お、引いてきた。ジペッタがもう火力のエースだな。無視だった、鉄の輪立ち。あ、それちょっとまずいな。電磁波効かねえもんな、お前。地面鋼は効いてねえな。そいつ効いてねえな、地面鋼は。エレキフィールド出た。自分から展開してきやがった。眠らなくなるか。あとは攻撃が高まった。ほう、さらにエレキシールで防御も上げた。なるほどね。いや、まあ受からないかな。うん、しゃあないな。よく頑張った、逆襲。十分だ。あいつを落とせばいいんだな。地面鋼か。それじゃあお前だ。行くぞ。ひたすら出てくるぞ、ミュウツーが。こっからひたすらミュウツー出てくるぞ。燃えよう。あー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 、ベッタ再びか。出てきたわね。戻れい、ミュウツー。どうせポルターガイストなんだろう。はい、オッケー。ミュウがこんなに生きる日が来るとはな。引いた。ジュペッタ引いていく。ほう、オッケー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 。交代すればするほどそっちはね、追い詰められていくんだ。ほい。ボルチェンして、行け、ミュウツー。なんか持ってんな。食べ残し持ってんのか。へえ。珍しい。グレナで食べ残しなんて珍しい。電気が消え去った。ほう。それでは、これでいきます。どうでしょう。
流通の技範囲が広すぎる。これはミュウツーの技範囲が広すぎるなぁ。シオに初見殺し仕掛けてるみたいなもんだからな。鉄のイバラ。イバ電気だけど大丈夫そいつ。大丈夫かなイバ電気だけどそいつ。波動弾弱点取られるよ。お、引いた。いや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 、変えたところでさ、変えたところでステロが刺さるだけだ。変えたところでね、ステロが刺さって毒が効くだけよ。戻れい、ミュウツー。お、トリック、いよいよ、いよいよトリックしやがった、こいつ。あ、古代使うか、やっぱり。だろうな。だろうな。なんか、そんな気がした。ジペッタを持たせるもんって、そのぐらいしかないだろうな、と思ってたけど。なるほどな。もう、じゃあ、ボルチェンで。耐えやがったな、ジペッタ。さすがに無理か。よし、行けミュウツー。ポルターガイストパンチグローブ。パンチグローブが襲いかかる。なんなのパンチグローブが襲いかかるって。どういう文面なの、パンチグローブが襲いかかるって。パンチグローブ。それ痛いわ、パンチグローブ襲いかかられたら。リフレクターなかったら死んでたな。まあただジュペッターいなくなった。テラスもまだこっちある。キューコン晴れ要因だね。晴れ要因だ。日差しが一気に強くなったね。どうしようかな。一旦様子見で。ウェザーボール、あ、いい技持ってんじゃん。あ、でもこれは鬼畜の戦法で完封できるかな。受かってるからね。神秘の守り、ほうほうほう、どうぞお好きなように。どうぞ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 。あれ早い。あれ9号となんで早いんだ、さっき9号の方が早くなったぞ。同速。え、9号とミュウツー同速なの。そんな間に合い、自己再生。おい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 、自己再生間に合わねえじゃねえかよ。あれなんでさっきまで先生通ってたんだ。じゃあ行け、お前だ。行けサイコブレイク。あ、来た。来た、わけのわからないニックネームしやがって。なんだこのニックネームは。答え活性、素早さか、やっぱ上げてくんのは。
受かれ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 、よしよしよし、受かった。弾かこっちもフルパワーだ。サイコブレイク、うーん。おお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 おさあ、鉄の茨が出てきたぞ。お前何ができるってんだ。行くぜ、サイコブレイク、うりゃうわぁ、うん、勝った、よっしゃよっしゃ、ちゃうわ。よっしゃじゃねえんだよ、よっしゃじゃ。ライムさん。はいはい。じゃあ準備よろしいですか？ああ、大丈夫ですよ。はい。じゃあ、やりましょうか。はい。パスワードそのままでいいね。あ、パスワードそのままで、シングルでよかったですよね。シングルでお願いします。はい。わかりました。兄弟同士仲良くやるやろ。なんで、なんじゃもだよ、それ。それなんじゃもっていうんだよ。なんじゃも。多いな、そのアイコンの人もな。アイコンの人多いですよ。よし、行きよう。よし。はい。これでも、いいかな。はい、おお、はい、ちょっとなんすかそのなんですかそのって伝説なんすかなんすかなんすか、いやいやなんすか、いや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 、なんか小学生みたいなあーなんすそんな感じなのか、なるほどね。気のがっさか、気のがっさだけが邪魔だな。6体なんでね、先発さえ決めればあとは全員出せますよ。そうですね、そういう反応だよ、そういう反応。もう僕が求めてた反応そのまま返してきてるよね。よろしく、よろしくお願いします。負けられない。負けられねえな。いや叫ぶしっぽ、壁展開からか、はい、壁展開とかしてくるやつだな、お前。そうっすね。何も持ってない、古代活性ではない。さあどうする。これかな。まずはステルスロックだ。はいはい、ステルスロック、まあまあまあ、安牌ですね。こっちの方が早い。ちなみにトリックルーム。あ、そういうわけじゃなくなったか。ってことは、うん、そう、反対ですね。時空を歪めたトリックルームパーティー、なんだそれは。でもこっちの方が遅いってことか。あ、遅いのか、こっちの方が。じゃあ叫ぶ尻尾より、こっちの方が優先度が多分トリックルーム。名刺交換すんな、名刺交換を。名刺交換するんじゃない。トリックルームかでこれってことは、自分のミュウの方が遅いってことだ。そうですね。はい、毒菱巻きますよ。重複するんだ。あ、滅びの歌出た、出た、滅びの歌。叫ぶ尻尾の歌はトリックルーム、ストレスロック、滅びの歌か。なるほどね。お、いいね、いい引っ込めだ、いい引っ込めだ。何が出るかわかんないけど、ソーブレイズ、オッケー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 、うん、なん、それならオッケーです。オッケー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 。じゃあ私は帰らせていただきます。お、ブルートチェンジ。ミュウなんで何でも覚えますよ。何でも覚えますよ。そっか、全部覚えるからな。さあ、問題はだ。このソーブレイズをどうやって突破すればいいんだろうかってなってんだよ。さあ、そのソーブレイズどうやって飛ばせるんですか。全員ゴースト弱点ですよ。です、ね、全員ゴースト弱点ですよ。全員ゴースト弱点はやばいな、やっぱ帽子見ると。じゃあお前だな。木の実は問題ないか。
でもこれで半分減ってる。よしよし。そうですね。シャドウクロー持ってんね。いい技持ってる。うわー、結構食らう。急所か。急所でしたね。急所ビルドアップ。急所だったか。それはきついね。ん？あ、そっか。ん、なんか持ってんな。いつの。モノマネハーブ。はい。なんで、なんで上がったんだって思ったら、何、なんで上がったのって思ったら、あ、ゆがんの時間元に戻った。でも、時間元に戻ったぞ。じゃあ、私は自己再生。自己再生。シドクロが急所でなければ大丈夫だ。受かる。うん、受かった。ギリギリ。受かったなぁ、なんとか。次受かんねえな。おめえ次受かんねえな。鍵打ち持ってないな、安心したぜ。鍵打ち持ってないっすよね。よし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 。こっちかな。うわ、出たー出たー。お前何もしなくても毒でいいじゃん。お前確かに毒なっていいじゃん。お前はもはや。マッパ持ってそうだな。まあ、ご想像にお任せします。持ってたね。持ってましたね。やっぱりね、先生技入れとかないと。毒で、あれ毒で食らってる。テクニシャンか。そうです。テクニシャンってことがよくわかりました。では私は逆襲でいきます。テクニってことは多分あれだな。よし、リフレクター。リフレクターいい技だ。もうやっぱ持ってるよね、それ、その手の技。まあまあまあ、ありますよ。2回ってことはイカサマダイスではないということがよくわかりました。よし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 、はい、イカサマダイスじゃない、多分タスキだ。この動きはタスキだ。消し止めなさい。サイコブレイク。効果抜群だ。さあどうしよう。ここ行きますか。お、ガブリアス。おお、いいね、色違いだ。いってー、猛毒がやばいよ。猛毒がきついんですよね。悠長に行こう。悠長に行くぞ。光の壁。お、フルパワーできたね。うん、効かない。勝てー。さて、ここからは持久戦と行きましょうか。まさかと、まさかと思われそう。はい、自己再生。再生きちい。うん、やるようだな。だが貴様の体は毒ね、もう毒が、毒ね、蝕まれているのだ。私は自己再生をしているだけで勝てる。どうしよう。この文字で。私の M2 軍団に勝てるかな。そう、まさに M2 の逆襲。映画であったな。映画だな。映画です。自己再生。毒ビシが2回で猛毒になるの知らなかったな。自信。ほうほう。はい。うー。言っちゃうけど全然効かねえ。やるようだな。うーん。自己再生。自己再生が。剣の前とか何かないと突破できないぞ、これ。自覚はあるようだな、なかなか。そう。
あ、次で終わりだ。自己再生。すね、自覚あんな、めっちゃ自覚あんじゃん。混乱事情しないじゃん。あーし、毒でやられた。毒でやられてな。リフェクターなくなった。お、叫ぶ尻尾が再び出てきたね。ほう、お前何をしてくれるのかな。ただ毒は効くけどね。うんですよ。トリックルーム再展開な気がするけど、リフレクター。リフレクター打つしかないんだよな。ふむ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 。戻れい、行け、最強物理型。物理型。物理型の、物理型のミュウあるのか。滅びの歌か、一旦遅かったな。じゃあ一旦早かったか、自分の交代が。まあいいでしょう。よし、引いちゃったね。あ、引いちゃったね。あ、引いちゃったね。もったいないことしたね。ラメさんダメだよ、引いちゃったら。何が起こるか分かる。引いたらどうなるか。いけ、物理型サイコブレイク。あ、ほらもう。やられないと思ったんだけどな。また自己再生すんのかと思ったのに。作文尻尾再び出てきた。何しに来たの、何しに来たの君。お、君かわいいね、何しに来たの。ところで LINE やってる。戻り、わー、引っ込めた。リメイクいけ。守る。おお、そんな技持ってんだ。オシャンティだね。おしゃれだね。僕が滅びの歌歌っていく。やばい、めいそう。だから滅びの歌食らったから、そんな長くはいられないね。まあでも毒は効いてますよ。毒は効いてますよ、なんだかんだ。そうっすよね、毒が。ほう、守らない。お、守らない。守ると思ってたんだけどな。それやったらシャドウボールが正解やったか。ん？咲いてこなかったか。シャドウボール。行くぜ。耐えるわけもなく。耐えられないよ。胃の玉か。ホルビのカウントが 1? 関係ないね。ムライムさん、手持ちはあと何匹だい。あと1体です。お前に何ができる、見せてみろ。トリックルームある、だからそっちが先制できる。でもこうこうするんですよ。何、テラスタル、ここに来た。何した、何した、何した。ここでしか切れねえ。もう電気、いけ、お前のパワーを見せてやれ。ちょっと待って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 、フルパワーすぎない。いけ、フルパワーでやっちまえ。エリキスキンも乗って大爆発耐えるわけもなく。
エレキスキーをそんな風に乗せるな。華々しく散るな。残り一匹で。こんな尖ったやつで来ると思わなかったんで。勝った。いや。でも芸術点的には負けた。お、来ましたね。レアコイルのアイコンで。さあ、パパ、ネロ。ネロパパと対決です。ルール分かってるかな？大丈夫かな？じゃあ、最後の犠牲者である、猫太陽ネロパパに、ミュウツーの裁きを下しましょう。はい！うおなんだこれはパオジアン、邪悪な存在がいっぱいいるぞ。パパか、本当にこれ猫太陽ネロか。俺の知ってる猫太陽ネロじゃないぞ。ヤバソチャとか、なんかヤバソチャとかさ、使ってたのに、あの時の ネロはどこに行ったんだ。なんだこれは。なんだ家か。ギラティナでは内容見だけでここまで来たのか。鹿じゃないやろ、お前。ギラティナではない読みでここまで来たか。そうか。対策をされてたのか。そう。今回の俺は確かにギラティナじゃない。ミュウツーだ。ミュウツーだけで来た。さあ、お互いまずは名刺交換か。名刺交換のステルスロックを巻いていくわけだな。なるほどな。毒ビシ巻いてー。毒を持っているのか。ほう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 。毒ね。なるほどね。まあ、シンクロ効果なしと。まあ、ラムなんですけどね。さあ、どうしましょうか。毒ビシもう一回まくって手もあるよな。トンボで帰っちゃうのもありやな、正直。いや、毒ビシもう一回まくか。はい、毒ビシまくまーす。ギラティナ読みされてたか。ギラティナではない読み。あくび。ほう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 。まあ、いいんですけどね、それは。じゃあ、トンボで帰らせてもらいます。じゃあ、行きましょうか。ミュウツー軍団、その1体目、リメイク。行こうか。地ならし、あ、いい技持ってんね。素早さ下げる技だ。いい技持ってる。ここで変えてくるとしたらなんだ？パオジアンか？パオジアン読みするか？絶対パオジアンおんのよ。絶対に、パオジアンとかが、チオンジェンとか出てくんのよ。それを出されると、俺の負けが濃厚になってしまう。読むぞ。読むしかねえな。読みしゃずれたな。じゃあ、死んでもらおう。死にたいようだ。サイコブレイク。ただ、ジラシ食らってんの痛いな。で、ギラティナと違って、抗体が効かないから、ほとんど。ミュウ以外の抗体が効かないから、耐久的に。そこなんだよな、こっちのネックは。なんぼでっか？なんぼでっかねえ。キラフロルか。風船で浮いています。こっちの方が早いんだよな。行くぜ。あ、こっちの方がそれでも早いんだな。地ならし一回受けてもなおこっちの方が早いとは。まさかそんなことがあろうとは。ああ、よかった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 。いい倒れだ。
よし、頼むぞ。ミュウツー頼む。タカオ、タカオ。あー、来たねー。やばいの来たなー。4歳の一体来たなー。4歳の一体。強いんだよ、こいつも。周りの攻撃用もあった、ただ。で、後ろ見たときに、あー、でも、偉大党いんのか。偉大党がいるのか。でも、偉大党に交代してくるか？普通に考えて。安定は波動弾な気がする。なんで波動弾打ちます、私は。私は波動弾打ちます。いきます！波動弾！たっ、なんじゃこいつ、勝った！なんじゃこいつ、勝った！おかしいでしょ、この硬さは、チオンジェンよ。チオンジェン、こんな硬いのかよ。マジか。守っていく。様子見で守るって感じか？それは向こうの、そっちは毒効くだけだから、いいんだけど。よし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 。まあまあまあ、毒は効いてますよ。波動弾。いや、ちょっと待って。ガチパーなんだよな、どう考えても。ガチパーに来てるからな。引っ込めた！何に変えた？何に変えた？何に変えた？ここ大事だぞ。イグニス。うおー、いないとー、お墓参りポケモン、いないとー、お墓参りポケモン来たかー。これアクアジェットとか持ってたら飛ぶな、こっちが。お墓参りポケモンだよね、君。確かにノーマルルールだと輝くからな、お墓参り。で、こっちエスパーしかいないから、お墓参りの一環できてる。エスパーしかいないからね。しゃーん、その前に仕留めてしまえって思って、勝った、なんだこいつ、お墓参り。なんだこいつ、勝った。やべえな、アタッカーミュウツーが減ってきた。アタッカーミュウツーが減ってきたな。そうなると、俺のやることはリフレクターしかなくて、リフレクターで、お墓参りを受けます。強引に受ける。お墓参り怖いよ。耐えたね。耐えました。なんとか。なんとか耐えることができました。で、壁張って、両壁張ろう。アクアジェット持ってんね。いい技持ってる。しかし耐えてしまいました。光の壁。アクアジェットあったのか？てか。よし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 、お墓参りポケモンが倒れた。でかいこれ。両壁張ったしな、しかも。いい勝負だな。しぐれに。おー、ガブリアスか。ガブリアスか。もう、パパ使わないようなポケモン使ってきてるんだけどね。もっと可愛いポケモン使うと思ってたのに。あとで絶対言っとこう。あとでもっと、絶対言っとくわ。もっと可愛いポケモン使うんじゃないんですかって言っとこう。自己再生できます、私は。この逆襲でね、TOD に持っていくことも可能なんでね。砂嵐！ほー！まさかあなた砂ガブですか？まさかあなた砂ガブということですか？すなわち。それすなわち砂ガブですか、あなた。自己再生。多くの挑戦者を絶望に叩き落とす自己再生。あ、ドラゴンテール強制交換。強制交換されたよ。誰が出る？物理型が、物理型が出ちゃったか。なるほどな。砂隠れガブだとめんどくさいぞ、これすごく。霊美を打ちたいが、素直に。素直に霊美を打ちたいが、パオジのことを考えるとどうだろう。
いやでもいけるか、いけるっちゃいけるか。冷凍ビームでいきます。冷凍ビーム。あー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 あああ。よし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 。あとパオジだけが怖いのは、パオジアンが怖い。タカオ再びお前か。それは交代のチャンスだね。タカオは、タカオは交代のチャンスであって、でミュウを使うチャンスだね。守る。よし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 。パパが。だってパパって今まで配信見てたけどさ、パパの配信見てたけどさ、もっと可愛いポケモンばっかだったよ。何この4歳4歳いっぱいのさ邪悪なパーティーは恐ろしすぎでしょ。トンボ。はい、終わり。タカ終わり。これでよし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 。で、まだお互いテラスが残っていると。そういう状態だな。物理型しかいないな。で、出せんのが。頼むぜ、物理型。嵐を。タオジアン嫌い。君のこと僕嫌い。君のこと嫌い。すぐ絶対レースしてくんのかな。まあ、ただ、リフレクターが残ってる。ワンチャン冬打ちも耐える説ある。桁食いで終わらせる。さあ、そうはトモヤが下ろさないか。何寺だ？パオジアンって何寺なんだ？鋼か？あ、悪っ！悪っ！悪いやつだよ、あいつ。悪いパオジだったわ。随分と。これは耐えないか？物理が無理。それは耐えない。命の玉、命の玉か。出番だ。パオジにね、何の対策もせずにね、僕が勝負を挑むわけないじゃないですか。エコ、行くぞ。こっちは格闘テラスだ。まあ4歳は来るだろうなと思ってたからね。不意打ち？なんだ不意打ち？そんなもの余裕で受かる。こっちの出番だ。急所にそれか。ならばこっちのターンだ。行くぞ。ドレインパンチ。こんな技も覚えるんだぜ。おら。もう、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 やっぱパオジが一番重かったか。とりあえずミュウツー強かった、よかった。もう一瞬パーティー見た時マジで焦ったな。はい、というわけでですね、5戦4勝ですね。くそ、あの一敗も悔やまれるなぁ。まあ、どん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 ね、ちょっと型を変えてったり、技変えてったりはしたんやけど、まあ、一戦一戦。いや、でも、やっぱね、あれだね。みんなね、それぞれ面白い反応を返してくれるね。なんだかんだね、猫太陽寝るパパもね、多分驚きだったと思います。いや、邪悪すぎだろ。最後ちょっと邪悪だったけどな。もっとパパってもっと可愛いポケモン出すと思ってるけど、全然そんなことなかったね。まあ、とりあえずね、結論付けますとね、ミュウツーは強い。ただね、俺ね、一つだけ言えることがあるんだけど、ギラティナみたいに受け足がマジで効かねえ。マジでミュウツー耐久なさすぎ。